グニーチャンネルへようこそ。マグニーが無料アプリを勝手に選んでお届けするコーナー、マグテキがやってまいりました。第8回でございます。このロボットをやめたいロボットのインパクトっていうのがすごいんですよ。知ってる方たくさんいらっしゃると思うんですけどね、ある意味これトラウマになりますよね。見た目もすごいし、なんか設定もすごいし、なんかエンディングもなんか哲学的だということがね、2チャンネルと2チャンネルのスレッドが立ち上がるぐらい話題になってるアプリです。はい、珍しくですね、クリアしたくなってまいりました。怖い。はい、ロボットなんて出てくるでしょ。これ今タップしてるんですよ。タップするとこんな感じの動きするんですよ。はいはい、みたいな。で、このようにね、パーツを作ることができます。これ人型の頭部ってなってるんですけど、人間になりたいわけなんですよね、このロボットは。で、これ後ろで開発っていうか、作ってるんですよ。これエネルギー貯めてるんです。今早送りしました。溜まったエネルギーを放出するとパーツが完成します。で、右上にあるなんかアイコンの下にね、このバーがあるんです。これ満タンになったんで完成です。で、頭部をつけるとこのようにちょっと人間っぽい頭になったというか、顔だけだったのが頭部もつきましたね。で、こんな形で胴体も増やそうかと、増やしていくゲームなんですけどね。これもエネルギー貯めてみます。で、放出するんですけど、これ胴体はこれ一回で完成しないんです。まあこんな感じですね。要はこれエネルギーいっぱい貯めていくって放置ゲームです。はい、僕大好きな放置ゲームです。はい、こんな感じのゲームでございます。これロボットやめたいってね、これ開発者の方は皆様ご存知だと思うんですけど、アルパカ兄さんっていう、アプリを作られたココソラさんの、アプリでございます。アルパカ兄さんはね、多分皆さんやられたことあると思いますけど、こちらロボットやめたいっていうアプリもあるんでね、今どうやら新作をね、Android のみで発表されて、iOS は今審査中だということで、これ通ればまたね、ご紹介させていただきますね。はい、そういうわけで、ちなみにですね、ココソラさん総制作数は12個ということで、ご興味のある方は下のリンクからご覧ください。はい、いいっすよ。このね、ゲーム、すごい絶妙なゲームバランス。上にね、ヘディングする兄弟、上下にいるでしょ。同じ動きするんですよ、全く。でもボールが2つあって、で、そのボールは全く違う動きをするっていう感じなんですよ。こうやって追っかけていく感じです。もう僕は下手なんでね、下の兄貴だと思うんですけど、兄貴ばっかり見てやって、このように失敗しましたね。こんな感じです。ボールを落とすなっていうことで、同じ人間が、両方の棒人間が同じに動きするよってことで、ちょっともう一回やってみようかっていうことでね。はい、結構難しいんですよ。これ3回ぐらいヘディングしたタイミングで上の弟が始まるんですね。はい、じーっとしててもダメなんですよ。結局右左右に触れてしまうので、ボールがなるべく、離れないようにこう計算しつつこうやっていくのが、やはり難しいです。あ、ちょっとでもこうなってしまうんでね、今のところ21回、これが限界だっていう感じですね。面白いですよ。かなり面白いです。このね、ヘディング兄弟の開発者の方はですね、大阪で開発をされてる方で、なんね、親近感湧きますよね。僕地元なんで、スキップモアという名前で活動されております。総制作数は36個。iPhone アプリ以外にもね、Android アプリ、も開発されていたりとか、フラッシュゲームもね、開発されております。そしてね、BGM のね、制作もされていて、今ね、これ実は流してる BGM、ここのサイトさんからお借りしているものでございます。もちろん下のね、面積事項に、名前を追加させていただいておりますんで、そっちね、一番下の方にリンクもあるんで、よかったらそこの BGM のところも見に行ってみてはいかがでしょうか。進撃の巨人。さまざまなね、進撃の巨人系アプリでご紹介させていただきましたが、今回はね、公式の方です。ちゃんと、ご本人からの方に、印税が行ってるんですね、これ。なんか、まあ、クラクラってアプリありますよね。あれに似たシステムのゲームで、こんな感じでね、巨人作れるんですよ。物語的に言うと、進撃の巨人ご存知の方はちょっと不思議な思うんだろう、思うと思いますが、壁の外のものがね、ですね、巨人をね、作るんですよ、自分で。巨人を作って、隣の村かいろんな村を、人間をね、襲うんですよ。今、巨人作ってるページ、一瞬間なんですけどね。はい。巨人を作るには何かこう、水晶みたいなものが必要で、その水晶を作るのにも、その水晶を作る施設が必要で、
巨人を作るのには、その作る施設が必要で、さらにそのできた巨人をね、あの置いておくスペースが必要。今ご覧ください。こちら巨人を置いておくスペースなんですけど、今こちらがマックスになったので、ちょっと戦いに行こうかってことで行きます。戦いに行って資源をね奪いに行くっていうのがね目標ですよね。はい、これ巨人フル出動させてます。でこれどん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 潰していくんですよ。で、あの本拠地を潰すと一旦勝利となるんですけども、その後も全部潰すと完全勝利って感じの、ゲームでございます。内容としては簡単ですよね。はい、であとね、巨人をどのように派遣するかが、かなりこう戦略的な部分で大事になってくるゲームでございます。はい、こちらね、進撃の巨人の開発者はですね、モバゲーさんでございます。モバゲーさんからリリースされておりまして、トップページがね、いい感じで18禁っぽくてね、もうピンクピンクしてるんですけどね、よかったらご覧ください。で、システムはね、先ほども言いましたが、クラクラに似ていて、これプラスで進撃の巨人なんで、付加価値がついて、かなり人気が出ている感じでございます。某有名、レビューサイトもね、攻略記事をね、どん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 出しております。総制作数は79個と多めです。はい。で、このアプリのページがね、かなり進撃の巨人っぽくてね、すごいいい仕事してるなっていうことを思いました。そちらもよかったら下のリンクからご覧になられるので、よかったらご覧ください。ウェイ！はい、本日ご紹介しましたアプリ、いかがでございましたでしょうか。マグテキは以上でございます。下のリンクからね、すぐダウンロードできるようになってますんで、よかったらそちらから、ダウンロードしてプレイしてみてください。では、次の動画でお会いしましょう。